よし、ロボットどもはいねえようだな。一息入れていいぜだ。ここまでは順調に来てる。進んでる方向は間違いねえ。じきにこの堤防も抜けられるはずだ。その先がいよいよ本番ってことになる。いいな。大丈夫だ。またお前と組めて嬉しいね。長い付き合いだが、お互いしぶとく生き残ってきた。だから今回もうまくいく。そういうもんだ。だろ？当然だ。ならそろそろ先に進むか。あまり居心地のいい場所じゃねえしな。よし、池田。お前が先だ。
ちょっと待て、見張りが大量にいるみてえだぞ。どうする、こっちから仕掛けるか。無理するな。分かった、ここは一旦慎重に行くとしよう。ゲートを開けるしかなさそうだな。二人でレバーを引かなきゃ開かねえみたいだな。ダン、レバーを引くぞ。なんかヤバそうなのが出てきたぞ。ゲートが閉じてきた、けど遅えぞ。だからここで踏ん張ってあいつらを締め出すぞ。危なかった。装置が備わってるみたいだ。そう使えばあのコンテナ、奴にぶつけられそうだぜ。
どっかに操作パネルがあるはずだ。まずはそいつを探すんだ。キリがねえな。レバーを倒すぞ。チキシャー、キリがねえな。嘘だろう、行き止まりかよ。いいもん見つけたぜ。極太の鉄骨を奴にお見舞いしてやろう。でとどめさせてやろうぜ。俺が奴を引きつけるから、お前は操作パネルを頼む。急げ。踏ん張りどころだ。負けんじゃねえぞ。俺が奴を引きつけるから、お前は操作パネルを頼む。急げ。少し大丈夫か、ダン。俺の助けが必要か。とにかく無理すんじゃねえぞ。俺が奴を引きつけるから、お前は操作パネルを頼む。急げ。さすがに疲れてきたね。今だ、打ち込め。何をしたんだ。社長、全然知らん男だ。警告します、武器を捨てなさい。くそ、何をしたんだ。武器を捨てなさい、これが最後の警告です。なんでだ。しかし、なん
でこんな。まるっきり人間にしか見えんな。いつの間にこんな奴が。何なんだこいつは。金属骨格を細胞シートで覆ったロボット、以後ホローチルドレンと呼称します。ですが特に注目すべきはその人工知能です。これまでにない概念で設計されており、まだ基本構造の分析さえできてません。まるで人ごとだなミスターベルゲン。あんたの会社がロボット技術で出し抜かれたというのか。どうなっとるんだ。政府からの莫大な援助も水の泡かね。ですが例のジュネーブ行動についてはご承知のはずでしょ将軍。人間そっくりのロボットや自我を持つ人工知能など、ロボットを人間たらしめる研究は禁じられているんです。生命の創造は神にしか許されない。我が国ではそれが常識だ。お言葉ですが大統領、ロボットはどこまで行ってもロボットです。生命などとはとても呼べません。どちらにせよ人間と見分けのつかんロボットなど人類の脅威でしかない。全く同感です大統領。今ある問題は2つ。第一に誰があのホローチルドレンを作ったのか。第二にそいつの目的が何なのか、何を企んでいるのかということだ。あのホローチルドレンはいつ作られたんだ。奴はグリーンカードを取得していました。日付は30年前。30年だと。そんなに前から。そうです。となるとあの一体だけだったとは思えません。すでに相当数人間社会に紛れ込んでいるかと。信じられんな。そうとも言えませんよ。貴様ら何のつもりだ。見ての通りホローチルドレンは自分を人間だと思い込んでいる。ふざけたことを言うな。俺がロボットだとでも。大統領、私の知る限りこんなロボットを作り出せる人間はただ一人です。天田幼児博士。人工知能の権威、そして日本の天田社の創設者です。ただし。ただしなんだね。この40年間、天田は公の場に姿を見せてません。なるほど。随分と不可解な人物のようだな。さらに天田社はニューオーダーズと関係が。ニューオーダーズ、日本政府内の孤立主義者たちか。ええ、日本の内務省に強い影響力を持っています。だとすると厄介な事態になりそうだな。天田は非常に危険な男です大統領、大いに警戒すべきかと。分かった。ラストクルーの派遣を要請する。フゥーハハよ、出口だぜビッグボー。俺の読み通りだ。そうだろうよ。これも読み通りなのか。おっと、爆発？何が起きてんだ。こちら HQ、 通信リンクを接続した。聞こえる？聞こえますがね。何か御用で。堤防付近の市街地に多数の熱源を感じ、大規模な戦闘が起きている。それで？どうやら内部省にはレジスタンスがいるようだ。興味深い話ですがね、今それどころじゃねえ。飛べ！
要するにだ、しばらくは堤防内で待機。今出ていくのは自殺行為だ。そいつを先に言え。貴重なアドバイスどう思う？こうなりゃ、一歩そばで行くぜ。おお危ねえ。うまくかわせよ。どこまで滑りゃいいんだよ。これは絶叫マシンは嫌いなんだよ。止まらねえぞ。HQ のバカ野郎、まだ終わらねえのかよ。今日は散々な日で、無理だ、上で掴むぞ。危ねえ。うまくかわせよ。どこまで滑りゃいいんだよ。これは絶叫マシンは嫌いなんだよ。止まらねえぞ。HQ のバカ野郎、まだ終わらねえのかよ。危ねえ。うまくかわせよ。どこまで滑りゃいいんだよ。これは絶叫マシンは嫌いなんだよ。止まらねえぞ。HQ のバカ野郎、まだ終わらねえのかよ。今日は散々な日で、無理だ、掴むぞ。危ねえ。うまくかわせよ。どこまで滑りゃいいんだよ。これは絶叫マシンは嫌いなんだよ。止まらねえぞ。HQ のバカ野郎、まだ終わらねえのかよ。今日は散々な日で、無理だ、掴むぞ。やめそうだ。飛ぶしかねえ。おい、大丈夫かよ。怪我はねえか。生きてんのが不思議。行こうぜ。この動画に集まるチャンネル登録。